野球スパイクのスタッドには、ポイントと金具の2種類があり、それぞれ軽量さ、足への負担に違いがあります。また、その他にも見逃せないポイントがあり、好プレーを生むためにも、スパイク選びは重要です。そこで今回は、野球用スパイクの選び方とともに、おすすめの商品を人気ランキング形式でご紹介。ミズノアシックスナイキといった人気メーカーの製品の特徴に加え、おしゃれなモデルや軽いタイプなど幅広く紹介しています。ぜひチェックしてみてください。リストの最初の製品は、ライトレボバディミズノ、ミズノ。甲回りが通常ラストより、広めの3位相当の野球用スパイク。足との一体感にこだわって、再設計したアナトミカルラストにより、クイックネスを実現します。多方面への強い蹴り出しや加速が可能になり、パフォーマンス性を向上。軽量で柔らかい素材を使っているため、初めての金具スパイクにもおすすめです。リストの次の製品は、ルナーベーパーウルトラフライエリート3ナイキ。ホワイトを基調としたカラーの中に、ゴールドのデザインが映える高級感のある野球用スパイク。底面は光り輝くようなゴールドカラーで、他の選手と被らないおしゃれなデザインのスパイクを探している方や派手めなものを好む方にもおすすめです。シューレース仕様で足にしっかりフィットしやすく、プレー中の動きを邪魔しないため快適な履き心地を体感できます。リストの次の製品は、ウィニングロードメガバイト ZZ。3本のマジックベルトで、しっかり固定できる、安定感のある、埋め込みスパイク。3位相応のワイド設計になっているため、幅広の足でもゆったりとした履き心地です。ベースアッパーには、ソフトタッチレザーを使っており、足入れしやすい構造。軽量で屈曲性に優れているため、プレー中のあらゆる動きをサポートします。リストの次の製品は、グローバルエリート IQ2 ミズノ、ミズノ。ミズノのブランドロゴがさりげなくデザインされた野球用スパイク。内向側に柔らかい素材を使った設計になっているため、足との一体感が生まれやすく、スムーズな走り出しを実現します。固定式の超高チップのスパイクで、従来の金具よりも耐久性が高く長く、愛用したい人におすすめです。次の製品は、コーノエベルトスパイク 2G デサント。高校野球の公式戦でも使用できる制限をクリアしたホワイトカラーの野球用スパイク。コーノエベルトで甲を締めることにより、湯全体で地面を掴んで足と一体感のある動きを実現します。地面に着地した時左右にブレにくく、パワー伝達もスムーズ。インソール底のガイナが地面からの熱を防ぎます。次の製品は、ゴールドステージアシックス、アシックス。ブラックカラーに、ゴールドの金具が固定されたデザインの野球スパイクで、足入れ部分のアシックスのブランドロゴが映えます。固定式の金具配置は、グリップ性が優れており、野球の多方面への動きをサポート。柔らかくしなやかな合成皮革素材で作られており、足に馴染みやすくフィットします。次の製品は、ミズノプロ CQ ミズノ、ミズノ。ブラックカラーをメインに使ったデザイン性の高い野球用スパイクで、ゴールドのミズノのブランドロゴがアクセントになっています。優しく足を包むような心地よいフィット感で履き心地が抜群。柔らかいカンガルレザーを採用しており、しなやかで履くたびに足に馴染んでいきます。次の製品は、ゴールドステージ MA アシックス。アシックス。足にしっかり密着するフィット性に優れた野球スパイク。6本四式の金具配置になっており、前進するパワーをサポートして、スピード感のあるプレーを実現。くの字型の金具は地面をしっかり掴んで安定感も抜群です。足の倒れ込みが起こりにくい紐締め構造で、パワーロスも軽減しています。次の製品は、グローバルエリート CQ ミズノ、ミズノ。どんな方向にも蹴り出しやすさと加速を実現する、
屈曲ラインの配置を採用した野球用スパイク。シャンク剛性を内外でバランスよく調節することで安定感を高めています。アナトミカルラストにより足との一体感が優れており、パワーロスを軽減。全側部パーツは1枚の軽量設計で、耐久性も高いモデルです。リストの次の製品は、ハッパー4ロー ST アンダーアーマー、アンダーアーマー。プレイ中の動きを邪魔しない柔軟性に優れた、ロックダウンレーシング仕様の野球用スパイクで、ミッドフットをしっかりサポートします。金具部分には、ハイブリッドクリーツプレートを使っており、軽量で快適な履き心地。伸縮性のある、足首構造で、フィット感が高く通気性にも優れています。リストの次の製品は、プロエッジ TTLW、SSK、SSK。ホワイトカラーをメインに使った、高校野球に対応する、野球用スパイク。母子球に、Y 金具とかかとに3点の金具を配置した、トライテックソールを採用しており、金具が、グリップ力を高めて、突き上げを和らげてくれます。安定感も高いモデルのため、プレー中の足の負担を和らげ疲労を軽減してくれるモデルです。次の製品は、ベースボールシューズ AB100 ニューバランス、ニューバランス。スピードプレイヤー向けに開発された、俊敏な動きにもしっかり対応する、野球用スパイク。軽量のマイクロファイバーアッパーを採用しており、耐久性も優れています。ファントム FIT により足を優しくフィットして高い、サポート力を誇り、メッシュ端は汗をかいても通気性が高く快適な履き心地です。リストの次の製品は、野球スパイクマキシライトワイネオ VSSK、SSK。3本ベルト仕様で足にしっかりフィットする。野球用スパイク。23のブロックが備わっており、足を支えて疲労を抑えてくれます。前後部がゆったりしたハイグリップデザインで突き上げを緩和。業界で初となる Y と V の金具配列により、疲れにくくパフォーマンスを高め、スパイクの耐久性も高めています。リストの次の製品は、野球スパイクネオリバイブアシックス。屈曲性に優れた軽量ソールを採用したモデルで、バランスが良くクッション性にも優れた足に、優しい埋め込みスパイクです。くの字型になった、シャベルブレードによる5本刃で、あらゆる方向への動きをサポート。金具は固定されており、硬いグラウンドでも足への負担を軽減してくれます。リストの次の製品は、野球シューズニューバランス。TPU とポリーのコンビメッシュ素材を取り入れたアッパーは耐久性に優れておりしなやかで足入れがスムーズ。履き口の安定感が高く、心地よい履き心地が続きます。2層構造のインサートにより足が疲れにくく、付属の3000ボルト後 TPU ソールは様々なグラウンドでパフォーマンス性を発揮するモデル。リストの次の製品は、野球スパイクスターランナー VSSK、SSK。野球用品を幅広く取り扱う SSK ブランドから登場した野球スパイク。3本ベルト設計で足をしっかり固定でき、交互地面になっているため攻守のどんな動きもサポートします。足裏には23のブロックが備わっており、突き上げを軽減しながら安定感のある履き心地を実現。グリップ力もあり、疲れにくい設計です。次の製品は、野球スパイクアフターバーナー7ポイントアディダス。かっこいい金色のロゴマークが特徴の野球用スパイクです。耐久性を向上させるスプリントスキンアッパーを備えていながら、軽量なミッドソールを搭載することで重量を抑えているため、足への負担も軽減できます。また、グリップ力を高めるスタッド付きのアウトソールプレートも装備されているので、地面をしっかりと掴みやすく、走塁の際の加速にも貢献してくれるはずです。リストの次の製品は、01ステージ ZZ。サイズ展開が豊富で子供から大人まで幅広い世代におすすめの野球用ポイントスパイク。
足への負担が少ない軽量設計になっており、足に馴染んでフィットしやすく、スタートダッシュ力にも優れており、練習用や草野球用のスパイクをお探しの方にもおすすめできます。また、カラーバリエーションが6種類と豊富に揃っており、ユニセックスで使用できる点も嬉しいポイントです。リストの次の製品は、ウェーブセレクト9ミズノ、ミズノ。足との一体感にこだわったアナトミカルラストを採用した野球用スパイクで強い蹴り出しをサポートするラウンド形状でパワーロスを軽減します。独自のスタート形状を取り入れており、スパイクを履いた時の安定感とグリップ力が優れたモデル。1枚仕立てのアッパーは足の動きにしっかりフィットします。次の製品は、ヴェーパーウルトラフライニキーストーンナイキ。デザイン性の高い野球スパイクを探している人におすすめの希少なモデル。攻守にわたって多方面に動き野球のプレーをサポートするために設計されており、非対称のシュータンは足のフィット感が高く安全性も高いです。足裏の12個のスタッド構造は牽引力が優れておりパフォーマンス性を高めます。リストの次の製品は、イグナイトライトロー TPUJP アンダーアーマー、アンダーアーマー。日本人の足に合わせて設計された野球用スパイクで足に優しくフィットして快適な履き心地をキープします。通気性の良いクラッチフィットパネルを採用しており、サポート力も高め、クッション性のあるフルレングスミッドソールや合成樹脂素材のスタッドは、あらゆる動きに対応して、足の負担を軽減します。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。